こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は4月16日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。4月16日生まれさんはお羊座、この日生まれの人はおそらく自己表現がテーマになってくるでしょう。自分が思っていることをいかに素直に出すのかっていうところっていうのはずっとテーマになるんじゃないかなというふうに思います。で、変化を求める気質っていうのを持ってらっしゃってて、活動的で刺激を求めるみたいな感じの星の持ち回りっていうか、魂を持ってるっていうふうな感じかな。だから単純作業は無眼単純作業はあんまり向いてない、臨機応変にいろいろ活発に動いていくっていうのはお得意なんだろうけれども、お好きだと思いますわ。そういうふうな目まぐるしくもいろいろ動いていけるようなところに、はまると幸せだろうなというふうに思います。で、変化を求める気持ちを持ちつつも、心の方向性としてすごく優しいことであるとか、調和を立つと、調和とか仲良くしようよみたいな感じの、あんまりバンバン喧嘩してそれによって人っていうのは絆が生まれていくんだよみたいな感じの考え方って、いや喧嘩しなくていいんだ、しない方がいいんじゃないっていう風な方向の考え方の人かなという風に思います。で、指導力もあるし、その調和調整、うまいこと物事をビルドしていく、なんて言ったらいいのかな、この人の場合物理的にも精神的にも距離感っていうものがすごく重要で、遠距離的なものの捉え方っていうのが遠い方ね、他の人よりもうまいで、物理的にも旅行だったりとか引っ越しだったりとか転職だったりとか、変化を伴う動きっていうものが、この人の人生のターニングポイントには必ず、つきまとうんじゃないかなというふうに思います。で、進歩的やし、行ったところで新しいものを吸収していくとか、自分がその行ったところでその調和とか調整とか物事を整えて回って、みんなに指導していってあげる、教えていってあげる、こういうふうにするんだよ的な、親鸞様みたいな、そういうふうな親鸞上人みたいな人生みたいなものがあるのかもしれないなというふうに思いましたね。で、この人4月の16日の中の潜在的にさ、身を立てて名前あげたいみたいな野心っていうのかな、は結構強く組み込まれてるので、誰も分かってくれなくていいとか、なんてひっそりと自分一人でやり遂げるとかよりかは、俺を見ろみたいな、もっと見て私のことが、もっと私の話聞いてみたいな野心的な自分だったり、名誉欲っていうのかな、そういう刺激的で活動的で、もっとみんなが自分のことを見てルッカットミーみたいな、そういうふうな周囲に影響を与える地位とか権力を持つってことに結構向いてる方の、フォルムをしてらっしゃるなあというふうに思うので、その辺はね、恥ずかしさみたいなものが第一の壁やと思うねんけども、そういうものは若いうちに、今より若い時はないと思うんですけど、その若いうちに川にでも流してもらえたらなというふうに思いますね。周知心、誰もそんなに見てないし、そういう表に立って力を発揮するってところに、この人の一つの役割であったりとか、魂の納得みたいなものはあるかなというふうに思います。で、進歩的で、回復力が、この人が調子がいい時っていうのは非常に変化を求め、活動的で刺激を求め、人の前に立ち指導をしていき、なんか先生的なね、先生とか地元の名士とか、別に親でも血筋でもないけども、村長さん的な、なんか運動会とかにあったら呼ばれて挨拶するみたいな、そういうふうな町の指導者、その地域の
なんかトップの人とか、こうなんかこう教頭先生的な、そういうふうなこう実行を伴う、実行を伴う実力者みたいな役目っていうものがハマるんじゃないかなというふうに思います。で、回復も早いっていうのがこの人の、まあ、良い状態がハマった時になる形としては一番そういうのが分かりやすくいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、状態が良い時はすごく大胆で度胸があるし、もう野心と自信を合わせ持つ状態っていうのはこの人が、まあ、4月16日生まれが良い状態っていうのを出してる時ってそんな感じになるのかなというふうに思います。だからまあ度胸というかエイヤができなくてさ、エイもうやってしまえみたいなのが出ないとか、恐怖心が出て、その自分の自信、自分を信じることができないとか、私なんかこんなんやってええんやろうかとか、こんな偉そうに人にもの言うていいんやろうかとか、別に正しいかどうかも確証もないのにってふにゃ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 思ってる段階では、多分悲しみが足らへんのか、悲しむべき時に悲しみきってないっていうのが考えられるかなというふうに思います。人ってちゃんと後悔するとか悲しむとか落ち込むとか、そういうのもちゃんと仕切っていかんと、それが消化されてもうしゃあない次ってなられへんねんけども、4月の16日の場合、そこっていうのを一回一回きちっとしっかり落ち込むとか、しっかり悲しみきる、しっかりぐずぐず涙を流したり、悲しみきったり後悔したりぐじゅ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 言うっていうことも、次の自分のチャンスを掴んで表に出ていくっていう風な面においては、すごくそのちゃんと悲しむっていうのは大事だったりするんですよ。ちゃんと怖がる、ちゃんと悲しむ、それでなんか目つぶって知らん知らん、悲しんでもないし怖くもないって言って走っていくと、どこかでそういうこう心が捻挫してしまうっていうか、本来持っている部品っていうものが上手に作用しなくなる、そういう潤滑油的なものを刺さない限りは無理なんだけれども、それがあなたの場合はそのちゃんと悲しむとか、だから別に嬉しいとかやる気があるとか自信がありますばっかりじゃないやんか、人間って。悲しい時もありゃ自信もない時もあって、不安でいっぱいの時もあるやんか。そういう悲しいとか怖いとかどうしようどうしようって思ってる時に、ちゃんと自分が自分は結構ビビってるんだなって思うことを消化してしまうっていうのかな、ピーピー言うっていう、ちゃんとピーピー言うっていうことをすると、ちゃんとピーピー言うからその分ちゃんと度胸が出るみたいなのってあるんですよ。占いの世界で人の話とか聞くような仕事してるんですけど、なんて言ったらいいな、ちゃんと怒れない人はちゃんと喜べないし、ちゃんと悲しめない人はちゃんとチャレンジできないんですよ。そこはもうね、そのなんて比例するっていうの、比例するね。だから0地点があったら、悲しみ100やったらチャレンジも100いけるし、怖いが100やったら挑戦も100いけるみたいな。でそこはこう味わってるかどうで、その半分100、喜びも100とか、そのちゃんとこうその人間のキャ器っていうんですかね、器を広げる行為っていうのはちゃんと味わうところに、あったりするんですよ。で、あなたの場合はそういうこう大胆であるとか度胸があるとか、その野心とか自信っていうものが本当はあってしかるべきなんですけども、状態が良い状態なんですけど、そうでない場合は、まあ、悲しみとか恐れとかって部分にから目をそらすことによって頑張るっていうような手法を取ってるのかもしれないなと。で、その場合は多分、まあ、それは持続的な努力にはつながらないからさ、持続が無理やん。だからちゃんと人間としてこのちゃんと回転していくっていうのが実は健康的で良いのではないかっていうのは占い師として一つの意見ですね。で、一つの目標に集中して力を注ぐことができていくと思うんですよ。そういうこう度胸があって、まあ、ちゃんと悲しんでチャンス、挑戦ができ、そしてまあ人の前に立つとか身を立てていくとかっていうような実力っていうものを回転させていくと、どんどんこう注げていけるし、もう雪だるま式にいい流れができるんですよね。で、決心だったり忍耐力が育っていき、逆境とか困難にも強くなる、非常にまあマッチョな感じの成長の仕方をしはりますので、周りから見ると完成形のあなたを見た時にすごい人って周りは思うかもしれへんけど、ちゃんとピーピー言ってるし、ちゃんと悲しんでるし、ちゃんと怖がってるっていうのが実は成功の秘訣だったりするっていう風な、蓋を開けてみればすごくこう人間臭い人間だったみたいな感じのね、人ですね。で、我慢は苦手で浪費しやすいっていう面がありますね。
アイディアマンでクリエイティブでお笑いのセンスがよくってさ、物覚えがよくって、物知りで話好きで用心深く分析能力が高くて現実的やってことはね、あ、そういう面があるんやけれども、想像力があって。ええもの好きやねん。なんか、コロナでキャンプが流行ったり、したらなんか、あ、キャンプのいいフライパン欲しいとか、キャンプのいいバーナーが欲しいとか、この椅子ええやんとか、こうなんやろな、ええものっていうのが、いいに決まってるって分かってる人やから、浪費しやすいんすよ。短期的な誘惑に弱くってさ、そういうとこでその妥協っていう部分とか、もう適当でいいやとかっていう風な方の部品が少ない方なので、金銭的に、惜しみなく出したくなっちゃうのね。で、それは、この人のまあ、いい点でもあるねんけども弱点でもあって、金銭的にそういう風にこう自分のこう楽しみとか喜びの方にアクセルをふかしすぎて金銭的に困窮するっていう風な、経済的困難ですよねにもなりやすいし、なったところでその逆境とか困難に強いっていう風な部品が育っていればそこもものともしないっていう風なこう良い回転ができてしまうんですけれども、その成長がどこかそのこう進んでなかった場合、ただお金を浪費し短期的な誘惑に甘いだけでずるずるお金を使ってしまう人間、なんか本物思考で、でも別にその仕事的な実力だったりお金を集める能力はそんなに高くないのに、ただただ本物思考でなんか浪費ばっかりしてその実力と持ってるものが伴ってないとかっていう風になったりすることもあると思うのね。で、じゃあどうすりゃええのって、あ、自分は我慢が苦手なんだなっていう認識ですよね。で、本当は長期的な視点、ほら、初めにも申し上げたように、その、物理的にも精神的にも距離感っていうのが結構テーマになってて、自己表現をする上でもね、ものの距離ですよね。それは、物理的にその、スーパーが近いとか、仕事と自分の家の距離感がこれぐらいとか、この初対面の人と自分の心の距離感がこれぐらいとかっていうふうな距離感もあれば、時間ですよね。今日一日とか、1年間、2年間、10年間っていうね、時間的な距離感っていうものもあると思うねんけども、ここの距離感ですね。長期的な自分の人生っていうものに対する展望、その、こういうふうにしていきたい、もしくは、こういうふうにはなりたくないっていう展望っていうのを一旦考えていただくと、我慢っていうものがちょっとこうねリアルになってくると思うの。あ、このためにはこれぐらいお金を残しておかないといけないとか、こういう風に生きるんだったら今この方向性にエネルギーを使うっていうのはありなのかみたいな感じのことを考えられるようになってくる。この人の場合、まあ、距離感っていうのは能動的に、意識して考えていく要因の一つであって、それはこの人の才能にも多分なっていくんですよね。長期的な計画とか投資とかっていうものが苦手だったものが武器になっていくみたいな感じのタイプっていうのかな。日本の神様ってほら、それで失敗した人がそれの神様になったりするんよ。なんか菅原道真公とかってすごい学問ですごい失敗してんねんけど学問の神様やんか。それは自分がめっちゃ失敗したからみんなは絶対失敗せえへんように面倒見てあげるからみたいな感じのタイプの神様の成り立ちの仕方っていうのを日本の神様したりすんねんけど、4月の16日のその距離感の捉え方っていうのはそういう日本の神様的な感じで得意になっていくみたいな、自分それ苦手やったから頑張ったんやんかって、ほんで物になったからこれが得意やねんやんかみたいなタイプの感じの長期的な投資とか長期的な計画が、社会に用いられるような自分の使い方っていうのをしはるようになるんじゃないかなというふうに思います。で、ほら、自分への不信感、自信がある状態っていうのがいい状態やってたけども、自己不信感とか不安とかってもう自分なんかこんなんできるんやろかみたいな感じに思うときっていうのは、ここも距離感ですよね。客観的な視点から遠ざかってしまうと、自己不信感とか不安感っていうのは高まってしまうようにできてるっぽくって、だからやっぱり距離感なんですよ。で、ご自身の中のその繊細さとか、思慮深さっていうものですよね。っていうものをその自分の人と人とであったり、自分と仕事であったり、その自分と自分の温度調節であったり、距離調節みたいなものっていうのをやっていくと、非常にまあコミュニケーション能力であったりとか、仕事のさじ加減みたいなものが上手くなっていくんじゃないかなというふうに思います。
コミュニケーション能力が結構高い方じゃないかなというふうに思っています。で、まあ、さっき、まあ、ちょっと短期的な誘惑に弱いっていうふうな心の弱さっていうのをちょっと持ってたりするので、すぐに儲かりますみたいな営業に弱い。そんなんないって目を覚ませみたいな。ないから。もう、真面目に、実力をつけた人間が、しかるべきところで役に立って、それでお金は入ってくるみたいな考え方ですよね。もちろんそのインターネットを上手に使って、普通よりも効率よく稼ぐって方法はあるけれども、それだって、しかるべき知識だったり、しかるべき勉強だったりとしないと、図抜けた結果は出ないから、すぐに儲かるっていう風に声かけられた時は、あ、これは自分の弱点をついてくるタイプの売り文句やなと思って心を引き締めていただければなと思います。うん。で、長期的な計画だったりとか、自分の実力を身につけてしまうっていう風な、もう周囲に影響力を与えるような高い地位に立つくような人だったりするんですけれども、どういう風に進んでいけばいいかっていうと、もう責任を背負ってしまう方が早いよっていう。家が王にも伸びますね。だからこう、部長やりますとか、ここの係任せてもらいますとかって言って、背負ってしまうと伸びる。っていう先払いシステムですね。だから実力がつくからそうなんじゃなくて、実力がつくようなところにもう行って背負ってしまうから筋力がつくみたいなタイプの、成長の仕方をするかなと思います。まあ、背負ってしまいましょうっていうのが、まあ、そういうチャンスというか、まあ、お話が来てたら自分にできるかどうかわからんけども、まあ、皆さん教えてください。ゆいもって背負ってしまうと身がついてくるよっていうところですかね。はい、まあマッチョなタイプの、実力のつき方をするというかね、目標に集中することになり、決心と忍耐力が育てられ、うん、で逆境とか困難に強くなる胆力がつき、で秩序と調和をもともとの喧嘩しないでよとか仲良くやっていこうよみたいなところがあるので。向かうところはそうなんですけども、精神的な成熟っていうのはどうしてもやっぱそっちに向かいますよ。だからこうすごく実力と腕力があるのに喧嘩でまとめない、ちゃんとこうルールとか話し合いとかで集団をまとめ上げてしまうっていう風な地元の名刺的なものになっていくのではないかなというふうに思います。まあだから感情的、衝動的な、その短期的な誘惑に、目がくらんで、やらかしてしまうっていうのを抑えるっていうのが、弱点克服の道かなというふうに思います。で、人生の区切りで言うと、ざっくり3パターン、3構造になってまして、若年の時ですね、若い年齢の時ですね、ただ基本的に安定とか、調和みたいなものを非常に求める、流れがあります。で、34歳から64歳が2個目、まあ、若年、まあ、若い年齢4歳くらいからですね、4歳から34歳までが安定を求める。で、34歳から64歳の中頃ですねが、自分のその勉強であったりコミュニケーションであったり趣味に行きたりとか、やっぱり地域の人とのコミュニケーションとか、仲間とのコミュニケーションみたいなものができているかどうかっていうのが、実力以下に関わってくる。で、64歳以降っていうのが、まあ、自分のもっと、だからだんだんこう身近になってくるね。ファミリーですね。血がつながってなくても、こう仲間のこと、ファミリーっていう文化があると思うんですが、ああいう感じで、その自分の同じ仲間たち、自分の同じチームの仲間たちっていうものと心を通わせたり、それ彼らのその手伝いをしたりみたいなものが人生後半64歳以降の、テーマになってくるかなというところですね。で、ここまでのお話っていうのは、先生術、星占いだったりとか、心理学だったりとか、数秘術の知識を使って喋ってるんですけれども、私専門手相占いやって、手相を見せてもらえると、もうちょっと手相って個人運勢学なんで、あなた個人の話っていうのもしていけるかなと思います。手相面白いんですよ。生命線とか運命線とかのね、構成を見て、あ、人生何段階ですねとか、今の年齢で言うとここなんで、次何年で変わりますよとかってことが言えたりとか、次の出会いはついつで、そっからこういうふうに変わっていくんちゃいまっかとか言えたりするので、もし手相、いいなと思う方は店に来てください。はい。
で、仕事や人間関係、仕事や、恋愛での人間関係、パートナーシップなんですけれども、まあ、4月16日、上村さんの、まあ、社交的やか、その何、人間関係に関しては、基本的に人気者だったり、友達に困るってことはないんじゃないかなと思います。で、まあ、どんな人がいいかなって考えたときに、まあ、2パターンを思いついたんで、それをちょっとお伝えしようかなと思ってるんですけども、1件目は、まあ、着実で堅実な人。うん。さっきも言ったけど、その、長期的な視点だったりとか短期的な誘惑に弱くってなんか貯めといた方がいいお金使っちゃうみたいな弱点があったりするのでそれはエネルギー的にも金銭的にもだよね。その寝た方がいいのにさ起きて携帯見てたりとかさそういうふうなこう短期的な計画性みたいなものが弱かったりするのでもう寝ようかとかって携帯取り上げてくれたりとかこのお金は使ったあかんお金やから君が使えるお金はこれだけですってもうお小遣いとしてくれてしまうその長期的な計画に向けて実行できるような人っていうのはすごくいいっていうのが一つ。で、もう一つは、頭の回転早かったりとか、知的好奇心がすごく鋭いと思うので、4月16日自体が。そういうこう、頭の良い、似たような趣味思考の人っていうのもいいと思います。生きてて楽しいっていうのを優先させるとそうなるかなというふうに思いますね。アイデアマンだったり、クリエイティブだったり、お笑いのセンスだったりっていうふうなものが結構、そういう高く楽しめるってことを有力視したりすると思うのでそういう人もいいと思います、うん、楽しく事業やっていけるかなと楽しく共同経営していけるか、いけるかなというふうに思いますね。家庭でも仕事でも。はい、というところでここまで聞いてくれてありがとうございました。楽しい人生送っていただけたらと思います。度胸応援しております。ということでここまでありがとうございました。それではほなねー。